今の思いを喋ろう。あれ。やってみたかった。あ、まあみんなそうじゃん。みんなそうだ。本当にね、幸せ。これあれだね。じゃあ早速、はい、頼みますか。はい。何食べたいまず。ステーキ。じゃあいきなりステーキですかね。リブロースステーキ 400g ライス付き。今360円ですね。え、364円。あ、間違えた。超安。3644円。うん、なんかいつも飲まない特別なやつよくない？ミヨカ頼みます。はい、やった。え、すぐだよ。え、やめてよ、5個くらい頼んだらどうする。なんか問題が発生してきたよ。いただきます。しかもあと10分でいいものも来るんですよ。何々？うん、やばい。おにうまい。いただきます。スプーンで食べていい？おいしい。ブロッコリー入れたの？うん。到着しました。韓国料理です。イエーイ。お、まずキムチの。あ、おいしそう。盛り合わせ。今ウーバーのすごいところって中華料理屋さんに行ったら中華のものしかないじゃないですか、うん、だから今日は中華も食べたいし、なんかこれも食べたいっていう時にウーバーを使うと全部好きなものが食べれるので、そこがいいところだと思います。しかもさ、自分が動かなくていいんだよ。うん、そこ楽だよね。しかも結構配達する人、優しい人はいいですよ。うんうん。チヂミいただきます。はい。うーん、めっちゃおいしい。あっ、かね、あ、うまっ。うん、しかももちもちしてる、ね、めっちゃなんか真面目な話になっちゃうんですけど、私たち前まではダンスの動画しか上げてなかったんですよ、 K-POP のカバーの、うん、で、それで今こうやってなんか曲してることが多分昔の視聴者さん、昔から見てくれてる視聴者さんは多分嫌だなっていうか、なんかダンスカバーが見たいなって思う方もいると思うんですよ。だけどなんか私たちがこういういろんな企画をやったのもダンスカバーの時って話したりしないじゃないですか、うん、私そのかっこいい部分しか見せてないみたいな、うん、人間が10だとしたら多分3ぐらいしか自分のことを見せられてないじゃん。だってダンスだよ、ダンスだよ。しかもなりきってるあれだから、だからその3割しか見せられてないのがすごい嫌だったのと、あとはなんかただ単刀直入に自分たちのことを、一人一人のことをすごい知ってほしくて、自己紹介の動画とか上げたりとか、話してる動画とか、あとチェゴの秘話とかだったりをやって話してるので、なんか多分はダンスカバーを見たいっていう方多いと思うんですけど、ただ撮ってるだけじゃなくてちゃんとそこにも理由があるっていうのを知ってほしいなって思います。もちろんあの私たちもすごいそうだろうなって思うこととか、なんかアドバイスとか全部見てますし、全部ちゃんと知ってるので難しいんですけど、でも私たちはこうやりたいからこうやるっていうのを前提で動画とか上げたりとか、こう思ってほしいなとか全部を考えた上でこういう動画を撮影してるので、温かく見守っていってほしいっていう感じですね。なんか私たちは知ってる方は知ってると思うんですけど、東京ドームでライブするっていうことを目標にしてて、東京ドームっていうのが最終目標だとしたら、その下にまた、まあ、今で言ったら40万人を達成することなんですけど、そうやって一個ずつ着々と目標を達成していく姿っていうのもみんなにお届けすることによって、諦めなければ継続は力なりじゃないですけど、なんかそういう部分ももっともっとみんなに見てもらって知ってもらいたいし、私たちもそういう人がそばにいると元気づくので、私たちもみんなのことを元気づけられる立場でありたいっていうふうにすごい思うので、そういう意味でもこういう活動をしてるので、
まあ、いろいろ賛否両論はあると思うんですけど、応援してくれる人は引き続き応援していただいて、私たちにもっともっと力をくださったらすごい私たちも励みになるので、それがこれからも引き続き応援よろしくお願いします。お願いします。ね、はるか好きだって思ったの、食べた時。え、あのこれみんな餃子食べる時普通に醤油で食べて、うん、あ、出た、あれですか、食べるやつですか。はるかの得意技、得意技っていうか多分やってる方もいると思うんですけど、うん、酢に胡椒をめっちゃかけて食べつけるとめっちゃうまくないですか。多分やってる人2割ぐらいしかいない。じゃあ初めて知ったもん、はるかが。めっちゃうまい、本当に超うまい。うまかった。チワの方どこに住んでるんだろうと思う。うん、普通にたくさんね、飛んできてくれるからね。みんなどこ県のチワですか。コメント欄に書いてほしい。え、確かに、知りたい。マンジュスープ食べます。キムチマンジュみたいな、はい。中にね、辛くない、豚肉が入ってる。あとマンジュ、こんな贅沢いいのかい。うめえ。でもさ、自分きっと前世こういう感じなんだろうなとか考えたことない。ある、うん、あるよね。ある。どこだと思った。あ、どこのこと。え、まあ、人間の手でいく。いや、感じたことを言ってほしい。ずっと前に考えたから忘れちゃった。でも、現実的に言われるのは猿だったんじゃないっていう。耳が早いから。例えばね、あ、ここにママいたみたいな、ここにママがいた夢見たみたいな、そういう感じ。ってことはそれママってことは今のママってこと、じゃあ前世じゃないじゃん。だからもう関係ないの。前世じゃないじゃん。普通の夢だ。話の達人だから。私はなんか国で言ったら中国とかインド系がすごい好きっていうかピンとくるんですよ。それでなんかまあそれはもう昔から私は感じてて、きっとなんか前世めっちゃスピリチュアル系にハマってて、そう、あの、ある方のおかげで。めっちゃ、直樹マンションさんとか、でも今年前から言ってたよね、直樹マンションさん、前から、結構前からだね、質問コーナーより前から言ってたもん。もともと、そういうところからさ、言ってたじゃん、ある方は。ある方見てた、ある方見てた。2度目のお茶引き出したいね。怖くて正直ちゃんと見たことないんだよね。マジ夜中見ると怖い。だからもう見れないんだよね、怖くて。じゃあんまなんか怖がりじゃないんですけど、夜中見ると怖い。なんかそういう人たちを見てると、まあ、考え方大事だなって思う、いい方向に考えを持ってくっていうのと、もう一個上で操ってる人がいるかもよっていうことを伝えたいんだろうなって思って、ハルがいたかった。理解した。はい、ということで時間が待ってしまったので、移動して今からやりたいと思います。うわーい、うわーい。さっきは琴音家で、ここはハルカン家ですね。はい、ちょっと一旦ハルカン家に移動してきました。やばい、結構なのお腹いっぱいです。満足して終わろうっていうさ話だったらさ、すごいなんか1万円企画をなんか思い出した。季節は何が好き。ダンジェアーキー。夏さ、暑いし虫がいるから怖い。虫が怖いうちは一番。でもなんか夏ってあとお化けっぽいじゃん。それも違うから。夏の群馬の電車マジやばいですよ。コオロギ座ってます。人間だと思ってる。一石一石ね。超気持ち悪いの。超幅あるやん。自分の椅子ですみたいな。あれなんですよ。そのコオロギに喧嘩売ったおじさんがいたんですよ。コオロギが下にいて、椅子のところの近くに、おじさんがコオロギのことをパッて蹴ったんですよ。でコオロギびっくりして飛んでって、でちょっと遠いところに止まったんで、その時はるか、うわやべえこいつと思って、コオロギのことね。まあおじいさんも蹴ったのはダメでしょと思って、そしたらコオロギのことを見てたんだよ、飛んでくるかもしれないから。トラブルがね、そう、誰かコオロギのこと感じしてたら、そのコオロギはおじいさんのことを睨みつけてるのね。遠くの方で。そう、そしたらコオロギ飛んでって、そこのおじいさんの何、に飛んでって、止まったんだよ。そしたらおじいさんもさ、あれなんで来たんだろうってなるじゃん。でこうやって見た瞬間に、こう見た瞬間にコオロギがその人の背中に入ったの。へぇー。誰か
ブルブルブルって。いや、ブルブルだね。コーラがやりきったかのようにと無くなった。へー、あ、背中で一回ムズムズして消えたんだ。そう、ムズムズ。怖そのコオロギ。頭いいよ多分。頭いいね。そっから入る。それは止まんなかった。おじいさんの方が止まんない。鳥肌。そう、昨日なんかさ、お使いを頼まれてたんですよ。ファミマ入った瞬間に、え、もうさ、ファミチキとかさ、レッドブルとか買ったって言われて、いや、入ったばっかだから。そういう頭すぎて多分何も考えてませんでした。マジでやばいね。はい、ということで食べ終わりました。あー、なんか私たちは普段スキヤかガストくらいしか行かないんで、すごく贅沢した気分になりましたね。はい、美味しかったです。はい、しかも便利だし、うん、そうなの。高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。それでは以上、チェコでした。バイバーイ。3月29日日曜日、チェコリシャスボリューム2大阪ワンマン開催決定しました。イエーイ。そしてなんと新曲、なんと2曲初披露します。他にもカバーダンスなど盛りだくさんです。はい、チケットの購入は概要欄からできます。はい、そして大阪ワンマンの詳細についてはこちらの動画を見てください。みんな待ってるよ。バイバーイ。はい、今日もご視聴いただき誠にありがとうございます。ウーバーイーツたくさん食べました。いかがだったでしょうか。はい、ということで明日の動画は抜け打ちファッションチェックです。イエーイ、楽しみ、待っててね。京都と大阪待ってるよ。バイバーイ。